皆さんこんばんは。旅するアーティストタリキフェンターのチケです。すいません、ちょっと声が低いというかあんまり出てないんですけど、今日はもう一日中、寝てました。まあすごく体調悪いというわけでもないんですけど、とにかく体がまあ、だるいというかすごくですね、眠気がすごいので、まあこういう時は、まあ、休みなんで寝ようということで寝ておりました。そうですね、ほとんど、寝てたかな。まあ、ちょっと起きてました、起きたり、まあトイレに起きたり食事取ったりとかねはありますけど、基本的に寝てたのと、まああとは一応ね、この今月末にはね、月末には岡山の方に戻ろうと思ってるので、まあその辺のあと飛行機チケット取ったりとか、宿を取ったりとかですかね。まあ岡山のにちょっとこう取った飛行機が岡山って言ってもね、岡山空港に行きの飛行機って言っても高いんで、普通に関空までの飛行機だったんですけど、関空からちょっと、乗れるのがね遅い便なんでね、岡山までちょっとその日で着けなくて、ちょっともうちょっと考えて取ればよかったのかもしれないけど、まあとりあえず、神戸あたりで、まあ三宮あたりでね一泊してから、次の日昼ぐらいに戻り行けばいいかみたいな感じで思ってますんで、まあそうですね、それもあって一応三宮に宿取ろうかと思って予約は一応したんですけど、まあキャンセルはねいつでも聞くんで、ちょっと待って、あれちょっとくしゃみがね出ちゃいましたけどね、まあ、あとはそうですね、ちょっとまだ決めてませんが、到着してす、まあ、何日か岡山を追ってからあれですね、2月の最初の週末にはあの関東に行こうと思ってるんで、そうですね、まあ、横浜あたり、なんか横浜にね結構いい感じのゲストハウス見つかったんで、そこ泊まろうかなとか思ってます。やばいですね、ちょっと鼻がすいませんけど、そんな感じで進めてたんですけど、あと今日ねすげえ久しぶりになんかニュース見たんですけど、いやサタデーステーションね、あれですね、なんかアヤバンって言っても今の人あんまピンとこない人も多いかもしれないですけど、高島彩さんが出られてですね、いや久しぶりになんかね、高島彩さんといえば目覚ましテレビ、僕がちょうど目覚ましテレビ一番見てた頃ですね、もう相当昔ですけども、20年までいかんですけどね、懐かしいなと思って、で、まあ内容はね、まあ、ニュース久々見たけど、やっぱこんなもんなのかなと思って、まあちょっとね、なんか地震がね、大分の方で起こったんで、ちょっとその辺の様子とかも見てたんですけど、いや僕もあれ世論から出て旅原付でね九州上がった時にあの辺は通ったんで、まあそれこそ延岡とかも普通に通りました。延岡でねチキン南蛮食べたしね、でその後その隣の、まあ、大分の佐伯でも一泊し、あ二泊かしてますし、でその後別府にもね行って、まあ、なんか4日ほど滞在してましたし、でやっぱ、もしね、それこそ大分はあれイングリッシュクラブで1ヶ月ぐらい一緒だったシモンとロキシーが
あのね、移住した先なんで、はあ、大丈夫かなとかちょっと思いますけど、そうですね、なんかそんなことだったりとかね、いろいろ気にしながら、なんか全く関係ないところでもないのでちょっと気にはなってたんですけど、なんかね、南海トラフのねどうのみたいな、考え、そう考えるとやっぱり、太平洋側というのはちょっとこうリスクが高いところも結構あるっぽいので、まあ、今後ね住むところとかを考えるときの一つの参考にはなるんですけど、いろいろ思いながら見てたのと、あとはまあ新型コロナの相変わらずなんか感染者数ってすいません、感染者数がね、なんかすごくなってるみたいな、もうやっぱ見ててもどう考えてももう風邪レベルなんですけどね、なんかずっともう専門家の方とかも、まあ、ネットとかねいろいろ調べたら出てきますけど、それこそ第5種にね、その感染症のね、あのありますよね、1週から5週とかね、まあ、第5種って一番あの普通のインフルとか風邪レベルのあれですけどに下げろ下げろって言ってるのに結局下げないで、しかもなんかもうはっきり言ったら、あのこのままいったら下がり始めていくんですけど、なんか言われとるのがそれに合わせて点数稼ぎでマンボウ出してるよなみたいなことだったりしますけど、まあまあまあ、なんかこういうね、ことをあんま喋りすぎるとあだこだ言われたりもあれなんで、そのまあほどほどにしときますけど、なんかいろいろこう言ってらっしゃってね、大変ですね。ただまあそれでもね、ある程度はそこを配慮しながら行動していく必要はあるんでしょうけど、ただまあ、ね、不要不急ってよう言いますが、本当に必要なことであれば動いていかないといけないんで、まあ、僕もね、そうですね、やっぱりこうちょっと そのタイミングで、やっぱりまあ戻らなきゃいけないですし、その時にはちょっと移動はしますけど、まあ、しゃあないですね。まあ、ただ岡山はあの特に感染者数が少なめなんで、他と比べるとですけど、マンボウも出なそうなので、まあ良かったなとは思いますですね。暗いかな、あとは特別、まあまあ今思いついたのはそのぐらいなんですけど、いや。ニュースって相変わらず、あれもやっぱニュースこればっかり見てたら、まあ確かに考え方偏るわとは思いましたね。まあ僕も普段ほぼ見ないんで、しかも大体がテレビ自体をこうあんま、なんかテレビ、まあ例えば僕ね、今日ちょっとあの夜中ワトリがあって、好きな漫画アニメがあるんですけど、それの最終回なんで第3期のね、それはちょっと見たいなとか、ただそれもネットで見れるんですよね。なんならちょっと遅れで見逃しみたいな感じでアマプラでも見れたりするんで、それで見てたんですけど、だからまあただちょっとアマプラ何日か遅れなんで、ちょっと気になってるから今日はあと3時間半か1回寝てまた起きようかなぐらい思ってるんですけど、とかあとまあドラマとかも見逃しで見れたりしますし、まあ、あとは僕テレビで見るとしたら大河ぐらいなんですよね。大河ドラマは、まあ、今日も再放送昼間見てましたけどそんな感じなんですよ。だから、なんですか、要はバラエティとかね、ニュースとか読みないんですよね。見る必要あんまなんか必要性感じないというか、もうあれこそ本当偏ってるのでね、なんかもう、それはもう今に始まったことではないし、もう10年以上前からの話なんで、まあね、かなり前からの話なんで、今更って感じなんですけど、そう。だからね、まあまあ、別に期待はしてないんですけど、ああ、やっぱ久々につけたらこんな感じなんだなと思いましたっていう話ですね。以上です。まあ明日もこんな感じで、なんかなんとなくゆるく話していこうと思ってます。はい。ということで、今日もどうもありがとうございました。地球でした。